じゃあブリーフィング始めますね。コース特に僕決めてないんですけど、様子見ながら変更して、観光名所ご案内したいと思います。でまずは今ここが現在地なんですけど、まず三方五湖一周します。で多少グラベルにもなってるので、まあ、今グラベルロードが生かされるコースにはなってます。でまずはドライブインよ、吉田っていう、 もう秘密の県民賞で出て有名なとこ、10時オープンでもめちゃくちゃ並んでると思うんで、そこにまず左回りで向かいます。まずそこ目的地にして一周してから、まあ、そこからまた僕が考えるんで、今日はよろしくお願いします。撮影してます。そっから僕考える。そこまでは決まってるけど、そっから決まってないと思う。もうここの林道を走るとか決めてるんですけど、皆さんの様子見ながら、あと時間とかもそこで見ながら、昼食場所も考えます。はい、だからもうここら辺はもう庭なんで。はい。的にコースが決められる。はい。だからもういつでもまあリタイアできるような。だから獲得標高とかは考えてないですけど、辛そうだったら平坦の道行きますし、余裕ありそうだったらアップダウンある海の道行きますしっていう。海は見たい。海は見たい。了解です。了解です。ここだけはもうずっと行ってますけど、できればこのね熊川塾ってとこも有名なんですけど、ここも連れてきたいなと思ってます。熊川塾、はい。まあ、美味しい飯屋もあるんで、ちょっと時間帯によりますが、まずはイカ丼食いに行きましょう、はい、並びましょうっていう。最初はサイクリングコース、三方五湖のサイクリングコースです。じゃあ行きます。まあここ開けてますね一番。逆光じゃないですかね。そしてブレーキの調子が世界音が変えたばっかなんですけど、ローター新しいんですけど、パッドが斉藤さんと同じ、多分斉藤イズムがなってます。
早いもっと3倍ぐらいで走りますねここどうすか、なんかやっぱロードちょっときつくないですか、サイクリングコースとはいえ。梅干しが危ないあいつ種あって踏んでも転ぶ。足疲れてんのに。え、井戸水ですか。井戸水。持つことは多いですよね。割と死んだり。頑張る割にそんなに出る。そして誰も水には触ろうとしないんで。もうパワーに触れすぎて。これ行くと、まあ、海沿いこういう普通のあるんですけど、道もこの上、尾根の上を走って最終的にその道の駅ここら辺なんですけど行くはず、理論上はい、っていうジムニーとかとすれ違うことだけを。嫌が足りません。入ってますね。ちょっとまっすぐ入ってもらっていい？はっきり行け。
まだありますよ。出し切れ、出し切ったらダメですよ。まだ出ますよ。はい。こっからっすね。やばいやばい。やばいやばい。あ、やばいやばい。体力が回りますね。ちょっとやっぱ細いと安定感がいけますね。でも早くは Swimming pool is closed and I'm in the deep end.